おいっす、どうもショーです。今回スプラトゥーンに更新が来ましてですね、新しいマップと新しい武器で、新しいルールのガチマッチっていうのが来まして、まだね、自分はやったことはないんですけど、今回それにチャレンジしてみようかと思います。まあ普段と何がちゃうのかちょっとわからんのんだけど、まあまあまあ行ってみようかと思います。まあレベルも17になったしな。まあとりあえず行ってみます。おい、というわけでガチエリア、ちょっと説明を見てきたんだけども、マップのその先にこの黄色いなんか枠みたいなところ、あそこがねガチエリアっていうらしくて、そこを占領して色を塗って確保し続ければポイントがたくさん入ると、まあだからあそこを敵に取られないようにまあカバーしていけということらしいです。あ、これガチエリア確保されば、まあ、これをされないように攻めていくと結構難しいんだけど、大丈夫かな、上取られたらこれやばくね。よっしゃ、カウントストップ、これはもうならざるを得ない。はいはいはい、逃げ惑え、はい、オッケー。でこれでカウントストップ攻防できるんだよ。よし、で俺は一旦逃げる。あー、なるほどね、これで残り63とかね、カウントが変わっていくんだ。これ難しいな、これ結構さ、敵の出方にもよるから難しくない？あれ下がってこねえから。オッケー、よいしょ。このマップだとあれだな、上取れば結構やられる気がするんだけど、よいしょ。どうよ、オッケー、リセット。さあこのまま行きたいんやけど、スナイパーの人がそこで暴れてんだよな。よし、ここで一旦塗って離れよう。カウントストップ、オッケー。でここを取られんようにしよう。でもどうなんだろうな、無敵状態がある自分としては裏回った方がいい？回るか。よいしょ、そこの上から多分取られるもんな。よいしょ、オッケー。やっぱりそこで待ってるもんな。よしよしよし、はい、逃げろ逃げろ、今のうち。とりあえずカウントストップしておいて、自分の逃げ道も作っとこう。よし、味方いいぞ。オッケー、今のうまいんじゃない？いい働きしたけど、スナイパー来てる。やばいな、こっちの秒数ってか全然減ってなくね。オッケー、リセット、ドン、これはもらうぞ。ここだけは死守したい。上呼び方取ってくれよ。延々とそこ回ってもあんま良くないもんな。マジで危ねえ、今の危ねえよ。あ、やられた。そこいいとこ取ってんな。よし、リスポーン。あー、やばいな、2つ取られてんな。よいしょ、とりあえずあれだ、アマテクさんこちら辺見てないかな、ここにビーコンを置く。もうなんかここのさ半分からしか来てなくない？オッケー、やばいやべ、はい、オッケー。でもう一個も取ってきたい、こっちね。オッケー、守るか。もう多分守らんとやってられんしな。来てる来てる、そう来てる来てる。ん？危ね、あんなとこ隠れてた。オッケー、
やらさんよ。そんなことじゃやらしません。で、インク回復。よしよしよし。だいぶこっちが減ってきた。また上いるね。あー、遠くから見てる。待ってー、やだー。今ちょっといっとこう、これ。よっしゃ。で、これ出しといて、はい、やらさん。あ、まず、そこまずくない？上登ってったら来るぞ。おっしゃー、ここ取られたくない。オッケー。どうなん、あ、でももうあれか、数値的にこっちが負けになるのか。どうかな。ですよね。いや、最初にやられたんがまずかったな。ルーズ。どうなの、145ポイントって。15キルしたけど。まあまあまあ、でも初戦だからな。ちょっと難しいな、このルール。マップにも本当左右されるかも。よーし、再びガチエリア。今度こそ勝ちたい。ここのガチエリアどこよ。うわ、中央かよ。何、絶対激戦都市よっ。オッケー、塗ってけ塗ってけ。どうしようかな、初手。よいしょ。やっぱそうなるよね。オッケー、2人。まず上から見られてんのはちょっとまずくない。ちょっと仲間が来てくれるまで待ちたいね。ピカちゃん貯めておいてからの、よし、ここらへん。オッケー。今ちょっとわけわかんないけど引いちゃったな。おっしゃ、ちょっとこれイカちゃんになって逃げよう。あそこの上から見てんのかな。あそこちょっと取っておきたい。よいしょ、ナイス。敵さん気づいてない。よし、オッケー。これで邪魔な一人は消えた。いいぞ。結構あれだね、戦略性増えてんねこれ。誰かが守ってももちろんいいし、ガンガンに攻めてもいいし。よーし、今のところこっちカウントめちゃくちゃ進んでる。すごいよ。壁も登れるようにしといて。裏から来てるよ。 OK、 私はそんなに甘くないよっ。あ、まずそこ来てる。ちょっと軽く塗り直すか。もう多分これ突っ込んだだけでピカちゃん状態になれるんだろうか。オッケー。よし、カウントももう一回。おっしゃー、ただひー、ただびいただひー。オッケー、相打ちか。まあまあ今のでだいぶいけたろう。あとこっち残り9。おいしいよ。いけー、ドン。オッケー、絶好調。おせ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 。あまりこれはポイントとか関係ないんだな。じゃあ本当守ろう。来てる来てる来てる。オッケー、よし。で、確保しといて、これで万全。よし、フィニッシュ。どうよ、これは圧倒的すぎる。はい、ノックアウト。すごいな。ノックアウトでプラス1300ポイント、すげえ。というわけでまた14キルぐらいして
ダントツだね。あ、なるほど、勝ったらこうやって腕前っていうゲージが上がるんだ。へえ、面白い。今 C マイナスになってるけど、どんどん上がったらちゃうのかな。これ面白いな、いいルール。さあやるでやるで、ここのエリアで勝ちたいな。まだ勝ってねえからな。はい、パターン、ダッシュからのパターン、ダッシュパターン、結構これがね好き。あ、でもやばい、もう3人来てんですけど、早くない？やっぱみんな狙うのかな、そこ。そんな中俺裏行ってるけどいいの？よいしょ。あ、でも裏からもやばいなこれ。うん、これバレないですよね。追ってきてる。おい、とりあえず一人。はいはい、逃げろ逃げろ、はい逃げろ逃げろ、よしよし。そうだね、このうちに味方が確保してくれたら完璧なんじゃない。とりあえず色の塗り残しに塗って、 OK、 もう一回前線行こっか。あー、いるなー。あ、届か、ガチエリア確保。あ、バレてるバレてる。バレてるよ、ここダメだ、バレてるバレてる。オッケー、イカちゃんにはなれる状態になったけど、おしょうかんとこだ、ストップしたいところなんやけど、オッケー、よし、オッケー、いんでねえか今。味方がでもいてくれるなら、よし、裏取るぞー。で、一回インク休憩かまして、よいしょ、気づいてる？オッケー、この瞬間がいいね。おお、うまい、二人いた。うわー、気づかなかった、全然気がつかなかった。やられたね今のは、悔しい。ちょっと待って、あいつ無敵状態持ってる、若干持ってるっぽいなあれ。いやいや、いるいるいる、これはちょっと無理だ。あー、うまい。うん、こっちのカウント全く減ってないけど、どうしたもんかねこれ。あー、個人的な考えにはやっぱ裏取りが一番いいのかなと思うんだけど、こういう塗ってないとこのポイントもらっておいてっていう。さてくさ意識してこっち来ない。妨害役1で行く人間3ぐらいでちょうどいいと思う。どうなんだろう、そこ届かんのよね。お、そこ行った、裏からスマス、 OK、 でイカちゃん状態になれるからプラス妨害行こう。オッケー、よし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 、カウントリードした、いいよこれ、逆転あるよこの動き、安定か、ここ今です、今週の今です。いいね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 、これはちょっと見本にしていただきたい。頑張っております。あれ、そこ一人いなかった、大丈夫か。あー、でも一箇所取られて、お前か、おい、あー取ってるね、ならいっか、多分そっから来るだろうかな。よいしょ、 OK、 やばい、あぶねえ、いいよこれでいく、オッケー、来なさい、危ねえ、
とりあえず3キルできた。よしよし。あーそこにもいる。今日カウント49で残り25秒ですよ。もう逆転の面はないはずで、念のためにここにビーコン置いといて、で俺は裏に行く。また妨害や。カウントストップ、あ、まずよいしょ。さあ裏いただくよ。 OK。 さあフィニッシュ。勝ったな、これは。これは勝ったな。あ、いえイエイ。よしよしよし。あー、このルール楽しい。仲間もすごいな。結構キルしたな。よし、どんどん上がっていくよ。いい調子。もうほんとこれあれだね、ローラーゲーなりそう。ローラーガチ勢なりそう。いいのかな。まあいいよね、これもね。ほい、というわけで参戦やってまいりましたけども、新ルールめちゃくちゃ面白いな、あれ。いやー、攻防戦というかせめぎ合い、ちょっとこれを待ってた感があるね、今回。ちょっと今回のルールハマりそうなんで、まあもしかしたら次回またあるかも。いや、まあ多分あるだろうな。面白いわ。また、まあその際にはご視聴ください。では今回はここまで。じゃあね。バイバーイ。気ままにダラダラ、ショーチャンネル。